嫌い、好き、嫌い、あれ、うそ、ないじゃん。あんたのそういうアホなとこ好きなんだよね。痛くないんですか？別に、どっちかっていうと私痛いの嫌じゃないしね。なんともなかったな。それよりそういうのばっかが面倒になっちゃって、結局その男捨てちゃったし。かっこいい。私はまだ怖いな、そういうの。そうそう、怖いって言えばさ、ずいぶん昔にね、水泳部の合宿で先生と生徒ができちゃったんだって。でも先生は不倫だったの。そんぐらいそんぐらい。ああ、はい。それから結局恨みつらみでプールへ身投げ。プールの光子さんってことか。でもね、その女のおかげなのか、プールで告白するとその恋はうまくいくんだってさ。え、本当ですか先輩？ちょっとあんた何張り切ってんのよ。好きなやつでもいるの？え、まあ先輩こそどうなんですか？内緒。先輩の好きな人ってナミコじゃなかったんですか？ナミコ悲しいにゃん。ほら、そこは言ってんじゃねえぞ。ナミコ洗濯当番な。おら、あそこサボってんじゃねえぞ。もうちょっと怖かったかな。おら、あそこサボってんじゃねえぞ。ちょっとあんた何遊んでんの？先輩、何これ。もしかしてあんた好きなのって木村？おら、そこサボってんじゃねえぞ。バレちゃいました？先輩の匂い。キャー、かっこいい。やめよ、汚い。バキカカンするでしょ。あんな噂絶対嘘ですよ。ほら、このタオルいい匂いしません？そんな好きならさ、告っちゃうのよ。え、でも大丈夫かな？大丈夫、変態ちゃん。プールのみつこさんも力を貸してくれるんじゃない？まあ、もし振られたとしても私が慰めてあげるわよ。先輩、ひどい。あっつ。おー、あっつい。すごい。ゆき先輩は？先輩、わかんない。どういうこと？知らない。トイレじゃないの？まあ、他に好きな男がいるなんてデタラメなんだろ、女王様。近寄らないで。バキガが映るでしょ。ほんとは冷てえな。俺はお前が望むのは優にでも何にでもなっちゃうんだぜ。じゃあ私の犬になりなさいよ。はい、ご主人様。ワン。前から言おうと思ってたんだけどさ、プールサイドで毛抜くのやめてくんねえか。部員として恥ずかしいんだよ。女としてありえねえんだよ。でしょ。
はあ、100年の恋も冷めますね、あの匂いじゃ。先輩っていい匂いしますね。でも木村先輩、なんで私の毛抜き持ってたのかな。私気づいてましたよ、先輩の気持ち。本当は私にこうされたかったんでしょ。ミコ、いた、見たいの好きなんだよね、変態ユキちゃん。嬉しいのはあんたでしょ、この変態女。変態！変態！変態！